喉絶賛痛いです。どうも。なんかさ、飛行機乗ってたらさ、風邪ひいちゃったっぽいんだよね。喉がめちゃくちゃ痛い。あ、アンス発表あった？そうか、今日か。いや、アンスバレル入るの結構何7月ぐらいから知ってたけど、まさか本当にね。まあその時はまだ話の段階だったからさ、分かんなかったけど、この前あの東京タワーのイベントの時に確定したよっつって、おマジかってなった。日本に移住して生活、あ、活動するみたい。いや、それはマジで激アツだよな。初戦にしてはなんか激アツすぎる韓国サブな気がする。俺結構これヒールも大切だけど、ファラ見ることがすごい大切。ファラ打てんのが俺しかいない。お、なんか死んだ。ラッキー。リーパーが後ろから来る。ミスった。とんでもない位置にドローンが。オッケー。うわ、マジか。エリアは渡しすぎな気はしなくもない。うわー、うめえ。ファラマジ、ファラが天敵すぎる俺らの構成。なのりまーす。起きちゃった。オッケー。俺が死ななければこのチームは生き延びる。あ、うわ、ナノブリでも無理か。うわー、なんだよそれ。何がいいかな。パラがやばすぎる。フェットを含め元リーガーが2人ストリーマーになるのなんか不思議。まあ不思議っちゃ不思議だよね。選手長々やってるからな。そんななんか選手やりたいわけでもないんだろうしさ。なんとなくみんな分かってた。分かってた。俺らの勝ち筋マジでこのバティストを倒すことなんだよね。あ、バティストじゃねえ、ドゥームが荒らさないってこと。任せろ。うまい、逃げんの。早。これワンチャン勝つぞ。第一超スムーズ。結構日本チーム入るんじゃないって言ってる人いた。あ、まあそれはなんか見えてたね。
わしが思うにストリーマーとかは日本の方が市場がしっかりしてるし、チームのサポートもあるからそっちがいいってなる人が多いんだと思う。Nope. 俺の方に来る。 Nope. Nope. なんなの。 Nope. 味方はどこにいるんだ。なんか押せたんだけど、どういうこと？俺がいっぱい死ねば勝てるってこと？俺のデス数がありえんぐらい増えたら勝てるっていうこと？オッケー、守れたー。あぶねー、ナイス。ラリーと、てか壁強えな。新芽の壁って強くね。こう見るとマジ強え。このこいつに何回 1v1 勝った俺。Nope. ああ死んだ。ナイス。でかっ。いやこういう時ジュノで帰った方がいいんだろうな。勝っちゃった。勝っちゃった。この試合勝つマジ。え？と高俺。